羽生結弦、一番聞かれた質問。3位は音楽、2位はオフの過ごし方、1位は？ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。羽生結弦が12月25日放送のサンドイッチマンのスポーツ年一 TBSK に出演し、現役18年でスケート以外で一番聞かれた質問について語った。10位はなく、9位はヘアスタイル。羽生は髪型にこだわりはないとしつつ、プログラムによってキャラクターが存在するとスケートの世界観に合わせて変更。普段は寝癖がついていても構わないと笑っていた。8位は結婚観で、かつて恋愛はファンの方に裏切られたと思われると話していたが、現在はスケートに対して熱が出るような結婚恋愛がいいとコメント。6位は同率で家族食べ物が並び、5位は今年の漢字。2022年の漢字一文字を聞かれた羽生は、新と色紙にしたためた。その意図を今年は始まった頃から4回転半ばアクセルを深掘りしていた。進化、深めると説明。4位は他競技のアスリートで、同世代にメジャーリーガーの大谷翔平、サッカー日本代表の浅野拓磨らがいて、僕は全然まだまだ、そういう意味で頑張れますと謙虚に語った。3位は音楽で、ワンオーケーロック、BTS などを聴くという。今年はどうへの私は最強を聴いて歌声が好き。歌詞が自分の気持ちそのままで、プロになってから皆さんの夢が私の夢だと思いながらスケートをやっている感じがする。初めて聞いた時涙が止まらなかったと明かしていた。2位はオフの過ごし方。羽生はレトロゲームが好きで、特にスーパーファミコンの平成神話にケトーエストポリス電気が自身の原点だという。現在はゲームボーイアドバンスのファイアーエムブレム封印の剣をプレイしているという。1位は羽生の試合後にぬいぐるみが投げ込まれることでおなじみの13で、海外メディアからよく聞かれるという。一緒に戦っていて力をもらえる存在とコメント。投げ込まれた13について森に帰りました。一番ファンタジーでいいかなと思っていると語っていた。羽生の話に SNS では様々な意見が書き込まれた。羽生さんスケートに結びつく結婚や恋愛をしたい結婚観の質問なのに、恋愛というワードが出たのちょっとキュンとしておる。羽生くんにとっては恋愛や結婚もスケートを高めることにつなげたいんだね。私は羽生くんが幸せな家庭を築く日が来るなら応援する。羽生くんが喋ってたゲームの話何一つ理解できなかったけど、羽生くんがすごく楽しそうに話してたし、羽生結弦ファンとは違うゲーム界隈で話題になったならとても嬉しい。同番組でプーさんが一番多く投げ込まれた試合を調査しました。初めてプーさんが投げ込まれたのは2009年の全日本選手権で、2019年12月7日、羽生さんの25歳の誕生日に行われたGP ファイナルが285匹で最多でした。芸能ライター。羽生はプロに転向し、2023年2月26日にはスケート史上初の東京ドーム公演を開催する。この日は何匹のプーさんが投げ込まれるのだろうか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。